どうも、三浦隆一です。三浦隆一のモナミューさん TV、本日は勉強のお時間でございます。今日のテーマはですね、SNS の使い方を勉強するという回にしたいと思います。生配信しながらやっていきたいと思います。で、教科書はこちら。ゆうこすさんの共感 SNS という本。を教科書にちょっとやっていきたいなと思います。ということで最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけども、現在の三浦の SNS やってるのはですね、 Twitter、Instagram、Facebook ですかね。主に動かしてるのは TikTok とかやってないんですけども、でその3つやってるんですけども、これがですね、全然活用しきれてないという現状です。ツイッターで言いますと、こちら、はい、三浦フォロワーさんが 27,092 人いらっしゃって、で、フォローしてる、私がフォローしてるのが542人います。ただこれはですね、完全にこうバンドの時の名残でずっとやってる感じになってまして、なのでそのバンドの活動がこう活発だった時の、時はフォロワーさんすごく多くて、それがピークだったんですけど、今だんだんこう減ってってっていうのは、それは当然なんですよ。だってこの SNS を活用しきれてないのがもう見え見えなんで、ちょっとね、この状況をね、打破したいと思ってます。で、ちなみに Twitter で言うと、公式マークついてるんですよ。なので、せっかく公式マークつけてもらったアカウントなんで、ちゃんと動かしたいなっていうのもあるんで、この機会に、このゆうこす先輩の教科書を使って、学び、実践していこうと思います。で、これからまずどうしたいかっていうところなんですけど、もっとね、その、目的を持って SNS を使って、ちゃんと SNS でやってることが、自分の活動にこう結びつくようにしたい。そういう発信をしたいというのが一個ですね。あとは、そのためには、その、フォローしてもらう価値のあるアカウント、にしなきゃいけないなっていうのがあるので、それをちょっとやっていきたいと。で、あとは単純に僕ミーハー心満載で、インフルエンサーって呼ばれたいっていうだけですね。で、この理由でちょっと使い方を変えたいなと思っております。なので、もしかしたらですね、バンドの時の三浦の SNS の感じをこれから先、もしかしたら変わるかもしれません。そのやり方が。それに対して、あ、なんか変わっちゃったなって思う方がいたら、もうそれはしょうがないです。だってバンド今動いてないんで、その、なんていうんですかね、残像だけでやっていくには、限界がありますね。ちゃんと三浦の活動を発信する場で、つながる場ということで、こう、使っていきたいので、勉強して、いきたいと思います。ということで、こちらゆうこすさんの共感 SNS、ちょっと勉強してみたところいろいろあるんですけど、全部はちょっとね拾えないんで、あとは、この本一冊どういうことかというと、ゆうこすさんがどういうことを考えて SNS をやってたかで、やった結果フォロワーさんがついて、そのフォロワーさんが、ファンにどうやったらなるか、フォロワーさんがファンになるためのその方法で、そのファンになった方を今度はこの SNS でできたつながりをもってして、自分でそのビジネスをやるっていうところまで書いてある本です。なのでちょっと三浦これを全部一気にやるのはまだ早いので、最初の段階のところから始めようと思います。まずですね、
何発信したいのっていうところですよね。で、その自分がどうなりたいかっていうのをちゃんと軸として持ってないと発信に熱が乗らないので、まずそこを探せと。で、それを発信しているとに対して、ファンの方というかそのフォロワーの方がそのやってることの理由とか思いとかに共感したらそのフォローになると。で、こう段階をどんどんこう上がっていかなきゃいけないんですけど、まずその一歩ずつ最初の一歩やってみたいと思います。そのじゃあさっき言った理由とか思いっていうところでいくと、例えば僕が、急にじゃあお笑い芸人になりたいんでフォローしてくださいってツイートしたところでツイートする価値がないわけですよ。っていうのは昔のアカウントの話をすると、例えばその時は僕は音楽バンドやってるのでバンドをやってます、曲を聴いてくださいっていう目的で SNS をやってて、それを発信してたと。でフォローしてくれた方はその空想委員会っていうバンドに興味があって、その人の情報が手に入るからフォローする価値があるなっていうことでフォローしてもらってたとっていう使い方だったんです、昔は。ただ今現状その自分がどうなりたいのかっていうところからまず探さなきゃいかんとっていうところで、ゆうこすさんが言ってるのはそのまず掘り下げろと、何をしたいのというところなんですよね。で、そのゆうこすさんが言うには自分にそのなぜだっていうのを問いかけろっていうところをまず始めるんですね。例えばゆうこすさんだと、ゆうこすさんモテクリエイターっていう肩書きなんですけど、モテクリエイターになりたいですって言ったら、なんでなりたいのっていう、どうしてそれを目指したのっていう質問をまず自分にすると。で、答えなさいと。で、次はモテたい気持ちが昔から強かったからですよって答えたら、なんでクリエイターなのってこう掘り下げていけっていう話なんですけど、三浦ね、最近テーマにしてるのは、これね、中学校の時からそうなんですけど、基本的に、暇なんですよね。毎日つまんないんですよね。何もしない、自分から動かないと、本当につまんないくて。っていうのは、その、面白いことを自分で探しに行かないと、本当に何もないんだなっていうのを、中学生の時からずっと思ってて。で、そういう人間なんですよ。だからバンドをやりたかったし、だから恋愛、そのね、昔の、例えば、高校生の時とかと恋愛が興味だったし、それはなんかもう、あとはまあバスケもそうですけど、面白いことをとにかくこう自分から探しに行かなきゃっていうのの繰り返しの人生だったわけですよ。で、これからやりたいのは、多分そういう人、いらっしゃると思うんですよ、世の中に。なんか、自分はこれがめっちゃ面白いんで満足っすっていう人は別にいいんですけど、なんか毎日もうほんとつまんなくて暇でどうやって暇を潰していいか分かりませんみたいな人に、このこれやったら面白くねみたいな、これをこういう風に楽しんだらちょっと毎日ちょっとキラキラするよねみたいな、そういうところをこう、なんて言うんだろう、発信していって、それを一緒にこう面白がってもらえる人になれたらなっていうところなんですよね。だから昔とも、SNS の使い方というかやりたいことがもうちょっと変わってると。昔はただ音楽聴いてください、私の音楽こんなんですっていうのだけだったのが変わって、音楽もまあエンタメの一個だし、まあ、いろんな楽しいことあるでしょと。それをこうなんか作り出して一緒にこう楽しめたらいいっすよねみたいなところを言いたいのかなっていうのが最近の自分の掘り下げてみたところの一個の結論なんですよね。だから音楽はものすごい楽しいんですけど、音楽に付随する、例えば例を挙げると、福島に飯坂温泉っていうところがあるんですけど、そこに例えばそのサーキットイベントに出演に呼ばれましたと、
前までだったら歌いに行くことだけが楽しかったんですけど、今はもう違ってて、移動も楽しいし、その着いた現地でのその例えば食べ物とか、まあこういう景色が見れたねとか、そういうところまで全部もうひっくるめて、こういう景色が見れるよ、こういうのが食べれるよとか、こうやって遊んだら面白いよとか、なんかそういうのを全部こうこっちから発信、面白かった発信したのを、ああそれおもろいわっていう人がこうフォローしてくれたら、一緒にこうなんつうの、まあ学生乗りじゃないですけど、こうわあ楽しいねワイワイってできるんじゃないかなっていうところをやりたいなと今思ってますっていうところが、その理由っていうか思いっていうと、これちょっとねまたね後でちゃんと言語化して掘り下げますけど、それが一個かなと思ってます。で次、まあいっぱい付箋貼ってあるんですけど、今のがその理由と思いね。次のとこが、フォロワーさん、まあだからこれ、わかりやすい旗を振りかざせっていうね、のがあるんですけど、これ何かっていうと、自分とフォロワーさんとのその共通認識になるような、ちゃんと旗を振れと。こうなりたいんです、私は。こうなりたいからこういうことやってます。で、どういうふうに応援してくださいって、こうなんか一個の、こうなんていうんですかね、目的をしっかり作んなきゃなっていうことなんですよね。で、さっきの理由と思いで言うと、こういうふうに面白がってほしいんで、私は発信します。フォローしていただいた方は、ぜひ一緒に遊びましょうっていうところですかね。遊び場旗立てますんで、集合みたいな。鬼ごっこしたい人、ここ、集合っていうのを、旗かなってちょっと今思ってますね。で、これまだ全然こういったことをちゃんと一個ずつ確認してって、プロフィールとかに落とし込んでいくんですけど、じゃあ順番に行きますね。まあ、これがその、フォロワーさんと三浦の共通認識かなっていう感じです。で、次。こちら、ゆうこさん。呼び捨てしやすい名前をつける。ゆうこさんは、これ、あだ名ですね。で、ゆうこすってひらがなだし、まあ、こう、ゆうこさんは一人しかいないんで、絶対に間違われないし、親近感が湧くと。その、ゆうこすってあだ名で呼べるっていうのは、そういうのをつけた方がいいよって言われてるんですけど、この本の中で。その点ね、三浦はもう強いです。委員長っていうのがね、あるんですよ。これはこの間印本に書いたんですけど、そのあだ名つけた方がいいよっての、この点で委員長が強いって書いてて。三浦、もう委員長っていう愛称があるんで、これはね、しかも、空想委員会の時から委員長で、で三浦っていう名前忘れても委員長で皆さん呼んでいただけるんですよ。今ソロになってもこれってめっちゃ強いなと思ってて、まあだから、矢沢永吉さんでいう A ちゃんとか滝沢君タッキーとか、なんかそういう愛称ですよね。で委員長ってこうもう持ってんなっていうのがまずありました。だからちょっとこれ間違ってねえなと思ってました。でそのあだ名つけるのにいいことはみんなが読めるっていうところと、あとねハッシュタグの分散を避けられるそうなんですよ。まあ委員長だとちょっとむずいですけど、三浦委員長だったら多分絶対こうバラバラになんないと思うんで、三浦委員長っていう点でちょっとね三浦委員長間違ってないなっていうところがあります。次、肩書きっていうところですね。唯一無二の肩書きを作るっていうところが大事だって書いてるんですけど、まあいろんなミュージシャンですとかイラストレーターですとかライターですとかいろいろあると思うんですけど、そのこの人しかいないよねっていう肩書きを持てたら他にいないんで最強じゃないかとゆうこさんは言っております。ゆうこさんはモテクリエイターって言ってるんですけど、モテるためのそのなんつうの行動とかをクリエイトする人っていうので、このモテクリエイターはゆうこさんの造語らしいんですけど、三浦もだから今ね SNS だと三浦委員長過去空想委員会ってなってますけど、この部分ね過去空想委員会のところを
なんかその面白いことをこれ なんかいい名前をつけなきゃダメですよね。これから考えたいなと思ってます。そのモテクリエイターみたいな面白いことを作れますみたいな、なんかそういうセンスのあるなんかこうポンと聞いて、おおなるほどねみたいなのをちょっと作った方がいいよと。なんでちょっとねこれはね考えなきゃダメですね。ちょっと今パッとは浮かばないんですけど、まあなんすかね、ちょっと思ったのは、前に読んだ本でトータス松本さんが言ってたんですけど、トータスさんのずっと昔からの夢って一生遊んで暮らすことっていうことだったらしいんですよ。それがその今バンドってことになってるんですけど、まさにそうなんですよね。そのこの遊んでることが仕事になってて、仕事が遊びになっててみたいな人、まあ、所ジョージさんがまあそのトップだと思ってるんですけど、そういうふうにこう遊びがなんかこう仕事に変わって作り出せるし、仕事してる風に見えてこれ以上遊んでるみたいだな、楽しそうだなみたいな、そういうなんかワンワードを作りたいなと思ってます。だからね、一瞬思ったのは遊び人とか思ったんですね。あのドラゴンクエスト出てくる遊び人って職業があるんですけど、それってすごいいいワードだった。遊び人ね。で、あと最近知り合いになった八戸の出身の YouTuber さんがいるんですけど、実験道場っていう方がいるんですけど、その人たちはもう人生はもう実験だっつってて、実験をこれらは繰り返すんだっていうのがもうバーンと出てるんですよね。なんかその実験道場みたいな、なんかそういう遊びなんとかみたいな考えますっていうのをつけた方がいいよって書いてますね。っていう感じでこういろいろ進んでいくんですけど、これはねちょっとね考えてプロフィール作りが後で出てくるんで、その時にまでにはちょっとやろうと思ってます。で次、こちらですね、相手を限定するほど届きやすいっていうところがあって、確かにねそうなんですよ。で空想委員会の時にフォロワーさんが増えてくれたのって、多分その恋愛が下手だとか非モテとかそこの曲が多かったので、そこにこう結構ピンポイントだったんですよね。なので多分意識してなかったんですけど、そういう思いを持った人からすると、あこいつはこういう曲歌うしこういう発信をするんだなみたいな、ちょっとフォローしといて、まあ、フォローして、まあ、無駄じゃねえなみたいな感じだったなかなと思ってるんですよね。だから、ああいう感じで、僕はこれがやりたいんです。だから、こういう同じ思いの人フォローしてくださいみたいな、ちょっとこう、絞った方がいいのかなと思ってます。SNS に関しては。まあね、国民的スターになろうって思っても、まあ、最初から無理ですから。それこそね、だってバックナンバーさんだってその過去の恋愛のことだけこう特化して歌うとかね、それがこうだんだん増えてて増えてて国民的バンドになったわけですし、なんかそういうこうこなんていうんだろう、この人俺と同じだなみたいな、この人俺みたいに、例えば前の三浦で言うと、仕事はちゃんと頑張ってそこそこ楽しくやってんだけど、なんかつまんねえなみたいな、飲みに行ってもなんかこれでいいんだろうか俺はみたいな、もっと楽しいことあるはずなのにどうしてこんな感じなんだろうみたいな、不完全燃焼って、そういう人がちょっとこう三浦がこう遊びでやってることを見て、おなんだこれ簡単じゃん、真似してみてとか、なんかそういうね、こう欲しくなる情報とか欲しくなる価値のあるこの発信ができたらなっていうね、そういうところだと思います。だから
そういう方を思い浮かべて発信するのを意識しなきゃなっていう感じです。今もう完全にもう何にも意識しないで、おはようございますみたいな、今日は模様替えしましたみたいな、別に誰、まあ、三浦のことを応援してくれた方からしたら、あ、そうなんだねってなると思うんですけど、それ他の人からしたら別にどうでもいい話で、まあ、それはフォローする価値がないですよね。だからそういうね、なんかちゃんと発信に価値があるようにするためには相手をちゃんと限定しなきゃなと、で思い浮かべて発信する、それを意識しなきゃなって思ってます。はい、次、あ、これそうですね、さっき言った共感足すメリットイコールフォロー、うん、あのね、共感できないアカウントはフォローできないですよね。まあ僕の場合、その仕事で一緒になった方、まあこういうこと言うとあんまあれなんですけど、ビジネス的につながった方をフォローしたりはしてて、そういう方は今フォローしてるほとんどの方なんですけど、まあそれは仕事としてツイッターやっちゃったからってことなんですけど、なんか本当にこの人に言ってることすげえなみたいな、めちゃくちゃ面白い、フォローしようって思ったのは最近だとあれですかね、宇野さん、評論家の宇野さんだけ、うん、宇野さんのツイートは見てて、うわ、すごいと思ってフォローしました。てか、そういうことですよね。共感できる内容であり、フォローしといたら、その人の発信する情報でメリットがあると。じゃないとフォローしてくれないってことなんで、それをね、意識してやっていかなきゃなっていうことを思ってます。次。じゃあね、ちょっとね、こっから、いよいよアカウント作りに入っていくんですけど、まだ先長くなっちゃうんで、ちょっとでもう、もうすぐ30分経っちゃうんで、さっきのとこに一回戻って、この先進める前に、そのさっき言ったほら、プロフィールの、あなたは何者なんですかとかこう始まるわけですよ、いよいよ。ね、これで始まっていくんですけど、その前に、じゃあさっきの、自分は何なんだと、三浦委員長括弧何の人なのっていう、それをちょっと今日は考えて、今日の授業一コマ目終了したいと思うんですけど、遊びを、これちょっと話が飛ぶんだけど、ゆうこさんは SNS で共感してもらって、フォロワーになってもらって、その人がファンになってくれて、そのファンの人に今自分がプロデュースしているその基礎化粧品とかをこう販売されてるんですよね。で、ゆくゆく三浦がやりたいのは今これです。本陣屋さんもそうなんですけど、三浦の活動からあのファンになってくれた方が、三浦がこれいいよって言ってるものをちゃんと信用して買ってもらえる人になんなきゃなと思ってて、それの一個がこのアパレル服なんですけど、何かっていうとですね、アパレルにもちょっとまあ これを始める前に思ってたことが、そのどうして服を作りたいんですかっていうところをずっと考えてて、それがね、遊ぶように働け、働くように遊べっていうテーマにしたかったんですよ。だから遊びと仕事の境界線をこう曖昧にする。そういう風にできたらいいなってずっと自分で思ってて、そうなりたいってずっとこう思ったんですけど、なかなかむずいと。で、例えばそれを三浦がね、できてたら、できてる三浦が着てるこの服、まあ、後でこの、
ロゴの、そのブランド名の理由とか由来とかも後で説明すると思うんですけど、この服着て会社に行ったら仕事がちょっと楽しくなるなとか、この服着て遊びに行ったらなんかただこうダラダラ遊んでるんじゃなくて、ちょっとこう仕事っぽく本気で遊べるんだとか、そういう風にこうちょっとこうモードを変えれるきっかけ、スイッチになったらいいなっていうので、ちょっと服を考えてるんですよね。だから会社に着てくワイシャツとかにこのコンジナスのロゴが入ってて、例えば取引先に営業に行く、わあなんか営業苦手でめっちゃ大変だけどどうしよう嫌だなって思ってるのが、いやでも今俺この服着てるからもう遊びのように働くし、でこうちょっとこう気持ちが変わるみたいな、そういう服を作りたいなっていうのが最初にあって、これを今ちょっと動き出したんですけど、それがね回り回って今ここに戻ってきてるんですよ。その SNS で遊びと仕事の境界線をこう曖昧にできるように発信できたら、もしかしたら、あ、その服もいいなみたいなになれんじゃねえかなっていうのがあるんで、やっぱね自分が何者で何をしたいのかっていうのが一番大事だなと思ってます。だから三浦委員長かっこなんとか、なんかあれっすよね、こないだ読んだ、なんだっけな、あれ誰の子供だったっけな、あ、高杉晋作っていう人だ。その人が言った言葉で、面白きことなきようも面白く、住みなし者は心なりけりっていう句があるんですけど、これ面白いことない世の中なんだけど、自分の心気持ち次第で変えれるよねっていう句らしいんですよ。これ読んだ時に、あ、もうそれだっていう感じがあって、いかに自分で面白くするか、そこら辺でちょっとこう考えたいなと。まあ例えばプロフィールの1行目にこの句が入ってるとかも面白いですよね。だからつまんない、普通に通話してたらつまんないんだけど、それをちょっとこう変えて遊べるところを作りますみたいなっていう感じですね。これ多分この配信中に出ないんで、次回の勉強配信までの宿題にしたいと思います。もう一コマ30分ぐらいにしようと思ってるんで、もうすぐ30分になっちゃうので、とりあえずこういうことやっていくぞっていう説明だけ今日はして、次の回には三浦の肩書き、そしてプロフィールを作っていくところまでやっていきたいなと思います。ということで今日の勉強配信そろそろ終了したいと思います。なんかねやっぱね SNS ぼんやりやってたらもったいないなと思うし、ただむずいっすね。むずいんだけど、これ多分上手に使いこなせないと今後の三浦の活動がもう立ち行かなくなるっす。今ねバンドの名残で2万7000人ぐらいの方がフォローしてくださってますけど、まあつまんない発信を続けてたらフォローしてる意味もないですし、それこそこいつのことをどうやって応援したらいいのかなって多分分かんなくなっちゃうと思うんで、しっかり SNS 使っていけるようにこれから勉強していきたいと思います。皆様今日の喋ったことこちらの本で読めますので、ぜひ興味ある方
読んでみてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。三浦でございました。こうやってなんか年取っても勉強していきましょう。一生勉強だと僕は思ってます。楽しく勉強できたらなと。これこそそうですね、勉強も楽しく遊びのように勉強できたらな、最高だなと思ってますんで、いろんな分野勉強していきたいと思います。ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。本日もご視聴ありがとうございました。この動画もしよければグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。またお会いしましょう。